こんにちは、ブラザーです。本日もよろしくお願いいたします。ここちょっと数日ですね、ちょっと忙しくてお休みさせていただきました。申し訳ございません。今回からですね、シーズン4に入らせていただきます。それでちょっと先にお話ししたいことがありまして、そのシーズン4で、反撃に出るっていう形になるんですけど、ただ私としてはですね、その反撃って言っても結構これ時間がかかるんですよね。反撃にも仕返しにしてもいろいろあると思うんですよ。まず一つはその、自己満足のために、今までやられてきたから仕返しをするとか、そういうやり方もありますね。ただ私も20代前半からいろんなですね、ビジネスにチャレンジしてきて、まず20代で学んだことっていうのがその頃は確かにお金もありませんし、貧乏からポッと出たような人間でしたんで、もうほとんどがやっぱりライバル視する人たちにしても、本当目標にする人たちにしても、同業者にしても、20代の時はほとんどが自分よりもうどう見ても上の方たちばっかりなんですよ。で出る杭は打たれるで、確かにいろんなこともありました、20代の時です。でフィリピンでも20代の時、いろんな、小さな商売ですね、サリサリとか、中堅クラスの、ちょっとしたこうフランチャイズのそういったお店で、させてもらったりとか、日本から商品を運んでフィリピンで売るとか、いろんなことを20代の時にもチャレンジしてきました。この日本国内でもそうですね、20代の時からいろんなビジネス商売とかをチャレンジさせていただきました。でその中で学んだことはやっぱり悔しい思いするんですよ。確かにやっぱり出る杭打たれるの時はいろんなことされます。海外でもこの日本でもやっぱり邪魔ってものがありました。特にやっぱり20年30年前になると結構そういうのが多かったです。でただその中で学んだことっていうのは、その仕返しをするってことは意外とこれ本当に行動するんであればできるんですよね。それが、仕返しができるのか途中で妨げられるのか、逆に自分がやられてしまうのかっていうのは別問題にして、もう本当に腹が立ってしょうがないってことでやり返すっていうことはできると思います。本当に動けばですね。ただみんなほとんどそこで躊躇して、俺は本当はあいつよりもね、ライバル視してるところに俺はあいつよりも本当はできるんだとか、なんで俺があいつに負けなくちゃいけないんだとか、そういう愚痴を言ってても、これは仕方ないことなんで、もうそれを言うぐらいなら私は多分はい負けました終わりですっていうような性格だったんで、そういうのはなかったですね。やっぱり闘志は燃やしてました。もう心の中で必ず勝ってやるっていう、勝ってやるってのはおかしいんですけど、必ず認めてもらうっていうか、そういう風な感じで20代の時の経験が、そんな感じでやってきましたね。相当失敗もしましたよ。確かにガチャンと潰されたことも何回もありました。だから今回もですね、仕返しをするっていう方法は私は選ばなかったです。それは意味ないなと。簡単に言ったら自己満足であって、仮にそれが仕返しができても、その後私自身に何も残らないし、下手すれば私自体も仕返しのやり方が悪ければそのままですねこうなってしまうし、もっと他の人たちから狙われるかもしれないし、とにかく私自身にとって自己満足はしてもプラスにはならないし、また私を応援していただいた、家族なり、友人、日本国内フィリピン国内もそうですけど、友人たち先輩方、そういう人たちに対しても何にもプラスにならないし、だからそういうのは私は選ばなかったです。そういう道は
だから口だけで言ってるっていうのはもうこれは当たり前のごとく、それだったらもう最初からあもうごめんなさい負けましたで終わった方がいいんで、私が選んだ道っていうのはやり返すっていう道を選んだのは、まあ、これ本当に20代ですごく勉強になったんですけど、何ですかね、その相手がいた場合必ずその相手と同じ土俵に上がるっていうことを目指すんですよ。これは私の考えですよ。私個人の考えです。皆さんは皆さんの考え方があると思います。私個人の考えとしては、まあ、経験上思ったのは、まあ、20代の頃から勉強してきたことですね。ビジネスをやりながらその人がいた場合同じ土俵に登って、同じ土俵になった時に正々堂々とやり合うっていう、商売だったら商売でやり合うっていう、そういうことをやっぱ学びました。だから今回も、そういう方法で、反撃をさせていただきます。反撃っていうことじゃないんですけど、ただ実質的に何にもないですよね。シーズン3まで全部見ていただいた方にはお分かると思うんですけど、実質的に何にもないです。そんな商売もうまくいってる状況でもないし、まあ現金を持ってるわけでもないです。苦しいながらの状態です。ただ自分自身にやっぱり我慢ができず、もう絶対やってやるっていう悔しい思いがあったんで、でもそれをどんなやり方をするか、それですよね。だから私は同じ土俵に上がってやるっていう決意を決めたんです。でその決意を決めて、じゃあ何をするかっていう形ですよね。そこで私が考えたのは、まあ、今まで、まあ、フィリピンでも20代の時から小さな商売をさっき話した通りやってきましたよね。まあ、小さな商売で根を張ってきましたが、まあ、それではなかなかうまくいかないと。うまくいってもその生活まで満たすような、金額が出るわけではない。これじゃ将来難しいなってことでやっぱやめてきたんですけど、私がその時に決意したのは、もうそれなりに大きな事業を作って、それでフィリピンに根を張ってやると、そう決意しました。まあ今考えたらただの決意だけなんですけど、とんでもないことですね。ただ私は今までの、その当初の今までの人生の中でいろんなことがありながら、やっぱ動いてみないとわからないっていうのがやっぱり私自身の常に思いがあったんで、ただ頭で考えてるだけ、ただ口で言ってるだけっていうのは本当に大嫌いだったんですよ。何にも進まないんで、じゃあもう動いてみるしかないって、そういう感じだったんで、もうその時決断した通り動きました。そして、まあその前にですね、この動画の、私が今回ずっと動画を出している最初の方に、最初の頃に、多分あると思うんです。もしかしたらシーズン1ぐらいだったかな、それかその前の方かちょっと忘れましたけど、私がフィリピンを1年ぐらいですね、あっちこっちそのリサイクル関係のお店とかを営業して回ったっていう話がちょっとあると思うんですよ。でその頃まあ、結果的にうまくはいかなかったんですけど、ずっといろんなところに自分の足で、歩いて行って、まあ、タクシーも使いますよもちろん、まあ、自分の 足を運んでいろんな小さなお店でも大きなお店でもいろんなところに行って話をして、そこでその場所を見て情報をつかんで、それをずっとメモに取っていったんですよ。まあ、その当初はそれがプラスになるかマイナスになるかは分かんないんですけど、せっかく動いてるんだから、まあ将来何かの役に立てばいいっていうような感覚でその当初をやってたことがあったんです。これは前の方の動画にあると思います、この話が。で1年間いろんなところを、その、まあ、ルソン島の中ですね、いろんなところをもうたくさんのお店を回って、まあ、本当にいい方たちはいろんなことを教えてくれましたし、店で門前払いされたとこもありました。いろんなことがあったんですけど、今回それがものすごくやっぱりプラスになったんですよ。